映画塾をご覧の皆さん、映画評論家の町山智博です。今回ご紹介するのは、宇宙人ポールという、もう最高に面白い映画です。はい。えー、これはですね、イギリス人の二人組、えー、サイモン・ペッグとニック・フロストというですね、二、えー、人が撮り続けているですね、えー、オタク映画シリーズのうちの一本なんですが、えー、この二人が最初に撮った映画っていうのは、えーですね、ゾンビ映画のパロディで、ショーン・オブ・ザ・デッドっていうのは、ドーン・オブ・ザ・デッドっていう、まあ、ゾンビの現代の。 えー、パロディでショーンという男がですね、えー、ゾンビたちと戦うという話を撮りました。はい えそれでその次「ですね俺たちスーパーポリスメン」っていう日本語タイトルがついたんですけども「ホットファズ」っていう映画を撮りましたねファズっていうのは「殺」とか「ポリコー」とい意味なんですけどもこれはえ昔の刑事アクション映画昔というか最近でもありますけれども「バッドボーイズ・トゥー・バッド」とかですねえそういったリーサル・ウェポンとかですねそういう刑事アクション映画アメリカの警察アクション映画をイギリスのどいなかののんびりした街でやるというのを撮りましてえーそれで3本目がですね えー、今回の宇宙人ボールなんでですねで今4本目をもうすぐできるんですけど4本目はですね世界の終わり映画なんですねで世界の終わり映画っていうのはいわゆるパニック映画とかデザスタームービーと,とかのパロディなんですけれども要するに、まあ、1970年代から80年代にかけて作られたアメリカ映画が大好きなんですよこの2人は。でそれに対するオマージュ愛情を自分たちのコメディ映画で捧げ続けてるという人たちなんですね。 でこの宇宙人ポールって映画では何に対してのです、ねえー、オマージュなのかというとこれはもうはっきりとスティーブン・スピルバーグのために作っている映画なんですよ。でこの映画はスティーブン・スピルバーグのいろんな映画,のです、ね、映画のオマージュでこう出来上がった映画なんですね。では具体的にはそのう「未知との遭遇」と「E.T.」です。はい、で他にもいっぱいスピルバーグ映画の要素がありますがその2本が一番中心になってます。だからこの映画を見る時ときは「E.T.」と「未知との遭遇」のことを考えながら見るといろいろ面白いです。はい で話自体はそのイギリスから来た SF オタクがです、ねえー、コミコンというのがあるんですね、コミコン。これ、日本のなんかコミケみたいなものですね、コミコン。ただあの、アニメとかだけじゃなくて SF 映画全般、SF 関係のもの全般の、まあ、ファンが世界中から集まるところに、まあ、この2人がです、ね、もう40になろうというです、ねえー、オタクがです、ね、初めてアメリカに行くと、でアメリカにも本当に憧れているわけですよ。 イギリス人がでアメリカ映画が大好きででそのままですねそのコミコンというのはあのサンディエゴっていうアメリカのですね、えー、このロサンゼルスの下でですねあるんですけどその終わった後二2人で車を借りてずっとこっちの西の方西の方東の方アリゾナまでで行くんですねでアリゾナとかあのネバダの方に行くんですけどそれでネバダの方にです、ね、ネバダっていうのはラスベガスがありますけれどもラスベガスからちょっと外れたところにエリア51という地域があるんですよ。 でそのエリア51というのは要するにあのいろんな地域がその砂漠の中に分かれていてその誰も住んでいないから地名じゃなくて番号で分けているんですがそのネバダの米空軍実験場の中の1つに宇宙人が墜落した宇宙船が隠されていると昔から言われて,てそこに宇宙人がいるとかいろいろ言われていますがそのエリア51に遊びに行くんですねオタクだから、この2人がですね、えー、でそこでエリア51にずっと、えー、囚らわれていた宇宙人、ポール君。 が脱出してきてその宇宙人を乗せてですねえ逃げ回るとそれを追っかけてくるのは MIB ですねメインブラックまあ FBI とかいろいろ言われてますけど黒いスーツを着た男たちがその実は宇宙人とか UFO を見るとですね必ず登場その宇宙人とか目撃者のところに必ず来ると言われてますね映画にもなってますね MIB その MIB がこの宇宙人ポールを追っかけてサイモン・ベックとニック・フロストを追っかけてくるという話ですね。でまあ宇宙人 を抱えてて逃げるって話が ET ですね、はいえー、それでまあ MIB とかそういったものがその宇宙人をまあ隠しているという話は「えーまあ、ミッションの遭遇」ですね。はい、でまあ他にもいろんなネタが入ってくるんですけどもこの面白いのはこの「宇宙人ポール」っていうのが宇宙人のくせにですね「えー、妙にいいやつ」なんですね。はい、で声をやってる人は「セスローゲン」っていう人ですね。 セスローゲンという人はですね、まあ、最近だと日本では「フィフティフィフティという映画で友達はがんにかかって、えー、その友人のです、ね、チャラい男をやってましたけども、えー、あれも実はですが「でスーパーバッド童貞ウォーズ」という映画のシナリオを書いている人ですね。 でスーパーパッド童貞ウォーズっいうのはある高校生の童貞2人がですねなん、えー、とか童貞を捨てようとしてパーティーにお酒を買いに行こうとするんだけども未成年は酒を買えないんですねアメリカは。で苦労するって話でそれはセスローゲンが実際に高校時代に童貞を捨てようとして苦労した話が元になってるらしいんですよ。はい、で他には無計画の命中男 っていうです、ねえー「ノックトップ」という映画で、あのー、いきなりですね一晩だけのセックスだったのにその相手の女の子をこう妊娠させちゃってお父さんになろうと苦労する話とかですねそういうなんていうか大人になれない、えー、男の役をずっとやってる人ですがこの人がポールの声をやってて。 とにかくもう葉っぱが好きでですね、喋、えー、り方が下品でですね、まあ、どうしようもなくなんていうか、えー、ふざけたやつなんだけどいいやつっていう声をうまくそのセスローゲンがやってます。はい。でこの映画ですねすごい有名な人は2人出てきますが言えません。はい。その映画を見てのお楽しみです。はい。でも、えー、他の人たちは結構日本では知られてないんですが実は結構いい人たちなんですね。えー、クリスティンウィーグっていう女優さんが出てきます。えー、この子はキリスト教原理主義の 聖書をそのまま事実だと信じてるアメリカの田舎に住んでるです、ね、キリスト教原理主義者の娘をやってるんですけれども、えー、この人は「サタデナイト・ライブ」の名女性コメディアンなんですね。でこの映画の後ですね「ブライズ・メイズ」っていうです、ねえー、映画を自分でシナリオを書いてですね、えー、作りましてそれでアカデミー脚本賞にです、ね、選ばれあ脚本賞にノミネートされてるなかなかの才女ですね。 あとビル・ヘイダーっていう人が MIB の中でのドジな MIB をやってますけれどもビル・ヘイダーっていう人はもうこの人もサタデー・ナイト・ライブの出身でサタデー・ナイト・ライブっていうかオフィスっていうシリーズがあるんですねジオフィスっていうあれとかの、えー、レギュラーでですねコメディアンですけどもこの人もうまいですね、えー、大抵バカですやってる役は、はい、監督はグレッグ・モットーラという人ですがこの人はあのー、スーパーバッド・ドー・テウォーズをの演出家ですねでグレッグ・モットーラの映画っていうのは 何ていうか、まあ、童貞の男たちが非常にその、えー、イチャイチャと仲良くするというところにです、ねえー、ポイントがあってそれはまあこの2人,がです、ね、2人のオタクがです、ね、なんかその宇宙人から見ると「お前らホモじゃねえの?」と言われるぐらい仲がいいオタク同士っていうね、えー、そういうところはグレッグ・モットラーのセンスだなと思います。はい、このサイモン・ペグとニック・フロストっていう人はこのさっき言ったそのオタクの夢シリーズずっとシナリオを自分たちで書いてます。はい えー、だから本当にアメリカ映画に憧れてスティーブン・スピルバーグの映画に憧れたイギリスのオタク2人がですね、えー、アメリカに夢の国アメリカにやってきて夢に見た宇宙人に会うって話はその実際にそのサイモン・ベックとニック・フルストという2人自身がそのアメリカ映画スピルバーグに憧れて、えー、こういう映画を作ったってことと全く重なってるんで非常にリアルなオ、えー、タクとしては人ごと事に思えない映画なんですね、はい、でしかもこの映画は非常に深いですね。 アメリカ文化とは何かとか、えー、そういったことまで非常に政治的な内容にまで踏み込んでいる、えー、ただのオタクのバカな映画ではないというところもあってですね、えー、最後は非常に感動的ですので、えー、ぜひその辺は映画が終わった後にですね、えー、復習編で解説したいと思います。ははい、い。それでは宇宙人ポール、ぜひご覧ください